おはようございます。速稼塾の久保です。今日から11月始まりますね。そして全国1億3000万人の麻生太郎ファンの皆様、こんにちは。また麻生財務大臣に対する評価が今日ねブログで下されていました。まあですんで、特別定額給付金の第2弾がどうなるのかっていう情報ではありません。今のところね、前回と同じく下村政調会長が、まあ年内に5万とも言えるような、考えられるような発言をしていると。そして翌年に10万と考えられるような発言をしてますけども、これはいささかね拡大解釈なのかなって気もします。現実はどういうふうに決まるかわからないというところで、これから詰めの段階に入るところですね。まあただ国民にある一定の給付があるのはもう決まりかなという気はしますね。皆さんもそれはね同意されると思います。ただこれがね、低所得者世帯に限定しての給付なんではないかなっていうね、こんな感じじゃないですかね、やっぱり現実。ということでね、今回の記事なんですけども、前回麻生財務大臣がこの全ては貯蓄に回ったから特別定額給付金は意味がなかったんだっていうふうなね発言に対して、それはおかしいだろうというふうなことをね、皆さんも感じられていて、私もね、結構怒りをあらわにしたようなね、そんなシーンがありましたけども、今日はね、島沢悟さんという方がですね、これ内閣府の方なんですけども、ちょっと麻生財務大臣ね、今の段階で結論は急ぎすぎですよと、ちょっと冷静に見ましょうっていうことを言われています。ではね、いつものように画面切り替えて、話させていただきますね。よろしいでしょうか。こちらです。麻生財務大臣の特別定額給付金批判が時期尚早だと思う理由ですね。文章はいろいろ書いてます。で、10万円給付が貯金に回ったからダメだって麻生財務大臣が言ってるのに、多くの国民が怒り心頭でございます。あんたからもらった金じゃない。本当その通りですよね。政治家やめて、早くやめてください。本当にやめてください。もう政治家をやめてください。もう、それはね、国民全員一致した思いじゃないですかね。麻生財務大臣に今の地位を、続けてほしいと思う方いるんですかね。いるとしたらちょっとコメント欄にその理由をね、ちょっと教えてほしいんですけども、特に論戦をしたいわけじゃなくて、私の気づかないね、大切な理由があるような気がするんですよ。はい、ここにグラフが書いてます。特別定額給付金を お配りしたときに、家計が貯蓄額、家計の貯蓄額がどのぐらい増えたかってことなんですけども、これはね、前回もお話したように、特別定額給付金って、全ての世帯に10万円をね、こう、銀行口座に送金したわけですから、貯蓄が増えるに決まってるじゃないかってことなんですよ。で、その他ですね、もうね、貯蓄に、まあ、預金に入ったその10万円を、もうすぐに使わないと税金が払えないとかね、すぐに使わないと家賃が払えないみたいな方が結構いらっしゃったと思うんで、そういう方はまあそういうふうなね、取引先とか窓口にお金振り込みますよね。で、これが民間の取引業者とかに振り込んだ部分は、その相手先の銀行口座にプラス10万になるんで、貯金額が維持されるわけなんですよ。で、唯一国民の所得、貯金額が減るとしたら、それは納税に回った場合ですよね。だから税金で消化された方も結構多かったんじゃないかなと思うんですよ。自動車税とかね、一発で10万とか召し上げられちゃうじゃないですか。で、滞納していた家賃とか電気代っていうのは民間の預金に振り替わるだけですから、まあ預金額は維持されるでしょ。それから家賃支援給付金とか特別定額給付金の他にですね、持続化給付金という企業に100万200万ってやつがあるわけですよ。で、あれも結局は国民の資産に組み込まれてるわけですから、それはね、預金額が今年いっぱいは多く見えると思いますよ。で、麻生財務大臣が意味がなかったっていうのがなんで早いかっていうと、それはこれからわかるってことなんですよ。貯蓄っていうのは将来の消費です。永遠に貯蓄する人なんてほとんどいないんですよ。超富裕層です、そういう方は。で、その超富裕層は結局はいろんな課税がかかって国に分取られるわけでしょ。だからね、やっぱりね、国民の所得が増えたと言っても一瞬で、長い目で見たら全てね、税金で没収されるわけなんですよ。ね。で、とんでもない話ですよね。だからそれを関して意味がなかったとか言って、麻生財務大臣ね、全然財務感覚が全くないですね。庶民の暮らしがわからないっていうこと以前に、何ですかね、財務を扱う資格がないと思いますよ。こんなことを言うようでは。ですから、ご自身の部下たるこの方にね、こんなまともなツッコミを食らうわけなんですよ。で、詳しくは記事を読んでいただければいいと思うんですけども、ここに黒い字で書いてます。今の時点で多くが貯蓄に回ったからといって特別定額給付に意味はなかったと判断するのは時期尚早ですよね。今後所得が減る中で消費を下支えするために、特別定額給付金か貯蓄から消費に回されることはほぼ確実だろうと考えます。その通りですよね。
はっきり言ってね、10万円いただいたのはありがたいですけども、その10万円で人生が救われるってことはないです。本当にね、2週間、3週間、1ヶ月、命が流れた人はいるでしょうけども、結局10万円使った後はまたね、次の10万円が必要になってくるわけですよ。そう考えると、令和新選組の山本太郎さん、1年とか2年とかっていうスパンで毎月10万円を全国民に振り込もうみたいなね、そんなこと言われてましたけども、あのぐらいしないと何にもわかんないですよ。麻生財務大臣は以前、リーマンショックの時に、ちょっと聞きましょうか。以前ね、リーマンショックの時に、特別定額給付金みたいな制度を1万5000円ぐらい全国民に分配しましたけども、意味がなかったって言ってましたけども、はっきり言って1万5000円じゃね、何にも意味がないですよ、それは。1万5000円ってだって、2日バイトに出るのが、まあ出なくて良くなったぐらいのものでしょう。うん、それもまあ貴重なお金ですよ。貴重なお金なんですけども、はっきり言って国民の人生を救うほどのボリュームはないです。今ね、特別定額給付金の第2弾がもうもらえないと年が越せないとか、もう本当にこの先やってられないって方が結構多いと思いますけども、じゃあ仮に今特別定額給付金が第2弾15万円ボーンと年内に振り込まれたとしても、年明けにはやっぱり国民は困るわけですよ。そういうことが見えてないのかなって、財務感覚全くないなと思いますよね。だからある一定の期間、少なくともその、今のね、感染症がはいもう大丈夫ですよと、ワクチンもできましたよ、治療法が見つかりましたよっていう風な形で国民の恐れがなくなるまでね、特別定額給付金は金額を抑えてもいいんでやっぱり分配するべきだと思いますし、もっと言うとですね、抑える必要なく毎月10万とか15万をそれは1年間ぐらいダーンと配ればいいんじゃないですかね。そしたら国民の不安は消えて、消費はしっかりと起きてね、 GDP も急速に回復して、企業の業績がアップして、多くの国民が本当に安心して豊かに暮らす希望を持つんじゃないかなと思うんですよ。1回10万とかじゃなくてね、そうじゃなくてもう1年毎月10万、20万、このぐらいのボリュームはいると思うんですけどもね、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。それでは、いってらっしゃい。おはようございます。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。続家塾の久保でございます。今日はですね、皆さんからいただいたコメントについにね、タイピングでもう追いつかなくなっちゃったんで、動画で返信をさせていただこうかと思います。まあ、題してですね、コメント返しのパート5かな ?5 だと思いますんで、5か6なんですけども、今回すいません、5にさせていただきます。では、早速画面を切り替えて、コメントの方を読ませさせていただきますね。よろしくお願いします。はい、まずはですね、こちらですね。永遠ライダーさんが返信しました。久保さんの言われる通りです。事務所や官邸にメール電話してやります。納税者の皆さんも声を上げましょうということですね。これはね、麻生さんがその10万円の定額給付金の第2弾を出そうとした時に、政治資金パーティーで言われたそうなんですよ。これ10月24日の報道だったと思いますけども、まあ国民はみんなお金が余ってるよと、で皆さんね、お金に困ってないでしょ、貯金増えてるでしょみたいなことを言われてたんですよ。で、詳しくは動画を見ていただきたいんですけども、まあそこに対してですよね、私は麻生さんの事務所に、いやそんなことないですよと、貯金が増えたのは貯金口座に、預金口座に振り込んだからでしょと。で、仮にそのお金をね、使っても今度使われた先の企業とか個人の預金口座が増えるんで、国民の預金が増えるんですよ。財政出動したらこれ減りようがないじゃないですか。国民の預金が減るときっていうのは、納税をしたときぐらいじゃないですかってことでお話したんですよね。まあ、財務大臣ともあろう人がね、こういうふうな、財政出動のロジックをご存じないっていうかね、まあまさにね、貯金が増えたことが悪みたいな、10万円が役に立たなかったみたいなこととかね、あと国民はお金に困ってないみたいなことをね、何なんでしょうかね。国民がお金に困ってないって言うんだったら、最初から10万円配ってないでしょ、そういう発想なんないでしょって話なんですけどね。まあめちゃくちゃだよねっていうことに対して、納税者の皆さんも声を上げましょうっていうふうに言ってくれましたね。そうなんですよ。声を上げることによって、気づいてもらえることもできます。たくさんの人がそういうふうな思いを持ってるんだなと、ちょっと違う考えを持たないといけないなっていうふうに気づいて、もらうことができます。ね。で、その下のコメントもですね。私も麻生さん意味わからない。官邸に今日もツイッターしました。貯金する余裕なんかないよと、本当国からの助けが必要な、市民が困ってるのに麻生さんはやめろと。本当その通りですよね。麻生さんなんでこんなね、トンチンカなことばかり言うんでしょうね。はい、ありがとうございます。次のコメントです。これは何でしょうかね。湘北高校の安西監督も言われてるじゃないですか。諦めたらそこで試合終了だよってことなんです。これは何かっていうと、特別定額金の第2弾がね、出ないって言ってる方もいるんですよ。こんなの無駄だよって。だからといって行動をやめればそこで試合終了なんですよ。出ないを出るにさすのは誰かっていうことなんですよ。出ないを出るにさせるのは私たちの行動でしょ。
うん、だから出ない出ないっていう風にね、下り顔の人もいるんですよ。確かにそうなんだと思いますよ。うん、やすやすとね、特別定額金の第2弾出してくれないかもしれません。でもなんで出してくれないかっていうと、国民が要求しないからじゃないですか。国民が要求をやめたのにわざわざ出してくれるっていう、そんなことはないと思いますんで、ここはね、一発財政出動の第2弾、まだ全然足りないですよ。国民一人に100万円でもいいくらいなんですよ。このね、感覚を私は広めようとして YouTube 撮ってますからね。はい、次のコメント。みんながみんな裕福じゃないのは確かですね。本当にお金があるならホームレスの人存在しませんよ。それに借金すると失業者なんて出てきやしないはずですよ。その通りです。お金に困っている人から借金する人とか失業者が出てるわけなんですよね。仕事があるだけありがたい人も確かにいます。いろんな仕事もありますよ。けど今まで通りまともにもらっている会社勤めの人もいますが、そうでない人もいます。それが現実です。その通りなんですよ。そして年金もらっている人だって、みんながみんな贅沢もらっているわけではないんですよ。たくさんもらっているわけではないんですよと。年金によって月々2万弱しかない人や、1万数千円、5万ちょうどでどうやって生活するんですかと。そうですよね。年金だってね、みんなまちまちですからね。生活保護の人だって、そう、生活保護 YouTuber のあやさちゃんといいますけども、生活保護もね、もらいっぱなしじゃないんですよ。もらったらもらったできついですからね。聞いたことはありますが、一月の生活費だけで6万円ぐらいです。その中で電気、電話、少々支払うとほぼ残らないと聞いてます。残らないですよね。その中で特別定額給付金はありがたいはずです。だから、お願いしますと。特別定額金絶対に出してほしい。麻生議員、その他の議員の給料差し押さえまでしても、皆に特別給付金するべきです。この際コロナウイルスも落ち着くまで毎月15万。そうですよね。本当その通りですね。ちなみに麻生財務大臣は一食10万円のうな重をよく食べるそうですね。うらやましいですね。はい、次のコメントは、誰かな、これ、ありましたね。特別定額給付金の2回目はないと聞きました。そうかもしれませんね。だからこそ、出ないを出るに変えましょう。私の気持ちはこれですよね。特別定額給付の第2弾はないっていうふうなことを言われる人に対して、だから黙ってるんですかってことなんですよ。ないと言われるんだったら、じゃあ出してくださいよってお願いすればいいんですよ。それだけなんですよ、私が言いたいのはね。この方と口論するつもりはありません。私の気持ちですね、それが。はい、次。これだな。麻生さんは生活困窮者や生活保護の人たちのことも考えてほしいですよね。その通りですよね。よく考えて発信してほしいですよね。で、小杉さん、今回もありがとうございます。支払いで全部5万消えると、それでも気分的に楽になる。そうなんですよ。ね、5万円、10万円振り込んでいただくと、確かにそれで人生が救われることはないです。ただね、やっぱり困った時に助けてくれるんだっていう風な安心感があるじゃないですか。その安心感が国民の様々なところに広がっていけば、もう一回この政府にかけてみようかなっていう風に思っていけると思うんですよ。で、そういう風な心理的効果もありますからね。金額ではなくて気持ちだという風なこともあります。次、中根のりこさんですね。いつもありがとうございます、のりこさん。麻生さんへ生活困窮者、生活保護の人たちも考えてほしいよ。そうですよね。同じようなこと書かれてますね。ほんとそうですね。これちょっと見てください。久保さん、こんな真面目なお話をしている中、私は久保さんを心配しています。なぜなら、久保さん、お顔が真っ赤で、血圧上がらないですか？大丈夫です、大丈夫です。あまり麻生さんのこと、怒りで、感情的な久保さんを心配しています。本当ありがとうございます、お気遣い。中川さんですね。中川恵子さんですね。私も麻生さんの事務所にまた電話します。私ついに昨日電話ね、出てくれなくなりました。やっぱやりすぎましたね。はい、次ですね。これは、まちこさんじゃないですか。マー君、レオン様、久保哲夫様は私たちを救いたくて熱く温かい気持ちで伝えています。用意されれば堂々と国民の方々のために強い使命感ある方です。私は動画いっぱい拝見してよくわかります。誠実さ、根性半端ない方です。私は尊敬してます。ありがとうございます。これはね、ある方がね、私テレビでもこういう話したいぐらいですよって言ったら、このマー君さんが、じゃあテレビに出て行ってくれよ、隠居してるんだからって書いてますんで、私どういう返信をしたかというと、ぜひね、紹介してくださいと。テレビ、マー君さんがテレビに出てくれっていうことなんで、じゃあお願いしますってことなんですよ。多分マー君さんはテレビに出てくれっていうぐらいですから、テレビとのコネを持ってると思いますんで、ぜひね、出してください。私何でも喋りますよ。もう YouTube で喋り慣れてるんで、テレビにも何度か出ましたけどもね、へっちゃらですからね、テレビで喋ることなんて。全然同じです。これ花屋龍馬さんですね。花屋龍馬さんの動画に書き込んだ時です。
花屋龍馬さんもすごいですよね。去年の今頃っていうのはまだお勤め人だったらしいですけども、今年のね1月から自分の事業を始めて、もうすっかりとねチャンネル登録者数も増えて良かったですね、花屋龍馬さんね。はい、次、あ、春 TV 東北さん、多少の対処として普段使いの紙マスクは使ってますが、全くと言わないまでもほぼコロナウイルスを通すそうです。見た目のマナーマンから見て外出するときは使った方がいいでしょう。あ、これね、花屋龍馬さんへの書き込みでちょっと失礼しますけども、マスクが意味があるのかないのかってことなんですけども、はっきり言って意味がないです。マスクなんてしてもコロナウイルスは透過します。全く意味ないです。だからマスクをしててもしてなくても同じです。ただ人の思い込みとしてマスクをしてる人を見たらちょっと安心するんですよね、今の時期は。まあだからいいんじゃないですか。マスクしたからといってね迷惑はかかんないですから。まあ迷惑なのは餃子さんぐらいですよ。次、人殺しサイコパスで有名な北村ピグミさん、ただし生ポ、富裕層、コロナ被害者100人未満の件には必要ないと。あ、これ生活保護じゃないわ、特別定額給付金のことですよね。まあ特別定額給付金が生活保護の方にも富裕層にもいらないんじゃないかなってことですけどもね。まあこれはいろんな意見があると思いますので、私からあえて特に何も言いません。いろんな意見があると思います。ですね。で次、これですね。10万円もう1回とか、次は15万円とか、いや5万円でしょうとか、いろいろ聞いたような気がしますけども、いくらでもありがたいです。その通りですよね。本当ありがたいです。本当気持ちなんですよこれ。本当にねポンとねいただけたら、それでね安心できるところがあるんですよね。クリスタルソーダさん、いつもありがとうございます。結局さ、給付金なんか追加支給するわけねえだろバーカってことが言いたいんだと思うよ。もう死にたい、死なないでくださいね。麻生さんなんかにね殺されることはないです。もうこんな方がね何か言ったからといってもう生きることはやめちゃダメですよ。もうこれをね奮い立っていかないと、クソ麻生に負けるかみたいな感じでね行きましょう。クリスタルソーダさん、いつもありがとうございます。カトリアさんもね、いつもありがとうございます。次、あ、のりこさんですね。あ、先ほど読まさせていただきました。ありがとうございます。のりこさんの後はこれ麻生さんですよね。麻生さんに対しては何を言ってもあっそうと聞き流しているかもねってことですね。ユニークなコメントいただきました。あ、ちょっと河合奈美さん、美奈さんのこと読んでみましょうか。官邸に総理は麻生さんの言ってることに賛成ですか、それなら早く辞任してくださいと命令しました。いいですね。いや本当ですよね、麻生さんの言ってることに賛成なんですかね。はい、ということでね、一旦ちょっとコメントの方はここで終わりですか。バンディーカムの方がね10分で自動的に切れちゃうんですよ。ですんでこっからバンディーカムを再開してもう一回撮らさせていただきます。続きます。はい、画面切り替わりました。次のコメントはこれ、上から物言う麻生さんには庶民の心は見えない。返信済みですね。カトリアさん、いつもねコメントありがとうございます。カトリアさんにも本当にね励まされますよ。次はこれですね。5月女、耐久さん。なんで、安久さん。すみません、読み方違ってるかもしれません。貯金できるほどの裕福なら誰も10万円には頼っていない。今のご時世足りないに決まってるし、政府は税金で食ってるんだから涼しい顔で充実しているこちらは必死だわ。本当ですよね。税金で暮らしていらっしゃる方と、税金を強制的に分取られる方。ここのね、差は大きいですよ。でしょ、公務員さんを軒並みこき下ろすつもりはありませんけども、このねコロナの大変さとか今年の財政上のきつさ、家計のきつさっていうのは公務員さんには、ね、全く分かってもらえないと思いますよ。で公務員さんに申し訳ないですけども、公務員頑張ってらっしゃる方にはね、公務員さんは給料は、ひどい言い方になりますけども努力に関わらず入ってきますからね。でも民間は違います。民間同士で努力をしている人から順番にお金配ってますから、だから結果として努力が足りないというふうに言われるともうねお金入ってこないんですよ。どんだけ命をかけてブラック労働してももらえないんですよね。でも公務員さん、特に、ブラックしなくてもお金入ってきますよね。だからそういうふうに、私も言いたくないですし思われてほしくないんですよ。本当にこれ公務員さん本当にありがたいな、もうどん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 お給料もらってもらっていいなっていうふうに思えるようなね、そういうふうな、その市民と納税者とね、税金から受益してる方の、益を得てる方のこの対立っていうのは、私もちょっとね、なくしていきたいなと思いますんで、ぜひね、公務員さんからの、こうね、なんかコメントもいただけたらなと思います。本当に公平な立場で、
いろいろと論じてくださると思いますんでね。はい、こちらです。節子さん。節子さん、いつも病院で血液が高いので、前回の10万円で血圧計を購入しました。あ、これもね、返信させていただきました。本当、節子さん、お辛いですね。あ、マー君レオンさんね。はい、その通りですね。はい。もし、菅内閣で何も起こせないなら、日本第一党の桜井誠を支持する、しない、あ、桜井さんね。桜井誠さんも結構、はっきりと言ってくれるんで、気持ちいいですよね。ちょっと怖いけどね。怖い人みたいですけどね。うん、他はもういいかな？あ、これあった。亜生は恥を知れ。な、麻生は恥を知れですね。これね、山崎さんね。うん。お気持ちわかりますと返信しておきましょう。もうでもいいかな、このぐらいで。ちょっとまだまだね、コメントがありますんで、あ、講義の動画のアップをしてください。こういうね、要望もありますね。麻生太郎事務所に講義の電話をしますけども、その時、ライブ放送なり、録画なりをしようかと思ったんですけども、まあでもそこまでするとね、なんか迷惑系 YouTuber、要するに、飯塚幸三さんのお宅に、なんかね、行く YouTuber さんいらっしゃるじゃないですか。それはさすがにね、ちょっと、私の、モラルから、あんまり同調できないんですよ、そういうのは。その個人の暮らしに、なんて言いますかね。あ、すみません、いろいろと話すとまたボロが出そうなんで、私のモラル的には、抗議の電話をしているところをアップして、なんかね、あまり良くないかなって気がしてきたんで、ちょっとそこは控えさせていただきたいなっていうのと、プラス、ついに私の方から麻生太郎事務所に電話することができなくなりました。皆さんしてください、だから私の代わりに。はい、次はね、あ、これこれこれ。今、麻生事務所にテルしましたが、コールしたんですが、出てくれませんでした。また時間を置いてチャレンジ。ということで、私はね、着信拒否になりました。もう、なんかね、出てくれなくなっちゃいましたよ。まあ、気持ちは伝わったと思いますけどもね。抗議の電話の動画アップしてください。はい、そうですね。他にもあるかな？もういいかな？もしかしたら公務員になっちゃうしれない、私が言うのもなんですが、やはり困ってる人を助けようという気持ちが欠けてますね、と。人事の勧告で国家公務員、某みたい給与が減額され、その幸せは地方公務員にも波及します。民間でもボーナスの減額等が行われているご時世です。それでも麻生はこんなこと言ってるんだと思うと腹立たしいです。麻生は引退、いや麻生だけではなく、他にも引退しないといけない政治家は多数います。国民を助けず、自分たちの懐しか心配してない政治家は必要ありません。年寄りはさすと政治の世界が消えてもらいたいです。どうなんですかね、65歳以上はもう政治の場に立たない方がいいと思うんですよ。60歳以上でもいいんですけども。要するにね、古い常識とか頭の固い人、しかも IT が使えない人がいることによって、国民にいいことは全くないんですよね。だからセンスがいい方とか、おしゃれな方とか、優しい方とかね、モテる方が政治家になった方がいいなと思いますよね。でも、政治家さんを当選させるのは我々ですからね。困ったもんだ。はい。あ、これね。私も同じです。家族6人、子供4人です。旦那の収入減、ボーナスカット。私も就職なんで収入ゼロです。うわー、大変だ。コロナの影響で応募した仕事全滅です。毎日どう生きていけばいいのか分かりません。不安しかありません。なのに税金はしっかり取られます。それなのに国民は助けてもらえないんですかね。明日は我が身と思ってしまう毎日。ほんとそうですよね。だから金が配れないんだったら税金止めろよって話ですよね。なんか結局我々は兵糧攻めになってるわけなんですよ。感染症のせいというよりも、これは国策のせいで私たちは死に追いやられてますね。レゴレゴさん、久保さんいつもありがとうございます。今日は首相官邸にメールしましたが、起きたら自民党にメールしようと思います。素晴らしい。久保さん、あ、小金虫さんもいつもありがとうございます。久保さんおっしゃる通りです。お金が足りなきゃ作ればいいんですよ。そう、 MMT ですね。はい、あ、ここにもまだ動画での返答をしていただきありがとうございます。とても嬉しいです。あ、すみません、ありがとうございます。正義さん、恥ずかしい国日本になったもんだ。麻生財務大臣の金困ってる人にあげたら、麻生財閥か、水利益でなきゃ政治家を辞めたらとかね、いろいろ書いてくれてます。ありがとうございます。麻生太郎税金泥棒ね、ルパン三世ですね。まさに麻生三世って感じですね。はい、次、税金を還付しましょう。税金の取りすぎで、
預金して税金支払いに備えています。5月に納税は固定資産税、自動車税で10万以上払いました。本当ですよね。なんか税金がね結構ね高いんですよ。だからこれ冗談なく高いです。特にね低所得者の税金で高いんですよ。高い何ですか、高所得者っていうのは割合にお金が残るように課税されますけどもね。まあこのぐらいにしときましょうか。あ、これだ、面白そうなの。え、どうなってるんだ。あ、ちょっとわかんないですね。カリンゴンさんって書いてあったような気がしたんですけども、カリンゴンさんの動画を見たことありますよ私。これでも宇治民党に投票する。この麻生太郎さんの顔や発言を見るために不快になるのは私だけではないと、お坊ちゃんにはわからないと。本当ですよね。久保さん今回お怒りになってましたねと。怒りますよ私もね。まあね、怒った後は冷静にならないといけないですよね。太郎は太郎でも国民に必要ない、太郎、山本太郎さんが総理になったら財務省を解体する話したので、麻生ともども解体してほしいです。山本太郎さんのね本当に魅力はもう尽きないですね。預金が増えたのは給付金が銀行に含まれるから、その通り。貯金が増えたように見えただけと。税金は国民のお金、なんか勘違いしてる麻生太郎。麻生退職してください。国民は税金払っているのですよ。国民はお前お金をもらう権利あります。そうですよ、我々の金ですからね。もともと麻生大臣候補、財務大臣候補、石破氏いいと思います。あ、石破さんね、衆議院の議員の数を減らせばもっと金が出てくる。麻生の給料、俺らが払った税金10万5万マジで今年中に出して、よく言えば年内に15万、合死しても本当切実だと思います。麻生太郎クビだ、政治家は何を思ってるのか。桃子さんありがとうございます。麻生さんやめてくださいとね、本当にやめてほしい人がたくさんいますよ。麻生さんねえ、これ見てます、見てないでしょ。麻生大臣何言ってるのか、倒産件数も増え失業者も増えてるのにお金に困ってないなんて、本当だよね。麻生さん落としましょうね本当。次、あの方はボンボンなんで分かるはずがありません。はい、そうですよね。麻生大臣やめて麻生さんかなりバッシング受けてますよ。お金に困ってると、はい困ってます、破産寸前です。生太郎さん母子家庭です。麻生さんの言葉で生きる気力が本当に本当になくなりました。国民のこと何も分かってない。本当ね、腹が立ちますよね。麻生さん大臣が出てくるときに、出待ちをして打ち上げると効果ですよ。はい、ということでね、今回の書き込みはほとんどの方が麻生さんが辞めないともうどうしようもないよってことでございました。私も同じ気持ちでございます。麻生さんの気持ちが変わるんだったら麻生さんのままでもいいんですけども、どうもね麻生さんっていうのは当てにならないですね。この人が国の財布を握ってる限りはこの国っていうのは豊かになることはないんじゃないですかね。そしてどん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 先進国としての地位は剥奪されて、他のいろんなね国が日本っていうのをねどんどんこうまあ軽んじていくというか、どんどん置いていかれるんじゃないですか我々は。これ全部ね麻生大臣が将来世代にも月を残すその最悪の大臣だと思いますよ。この人がねに大臣っていう名前がなんでついちゃうんでしょうかね。誰が麻生太郎投票したんですかね。投票した人はねちょっとね、なんか騙されちゃったんですねきっとね。はい、ということで今回いろんな方のコメントを読ませさせていただきました。私も思うところ結構あったんですけども、皆さんもねいかがだったでしょうか。中にはね自分のコメント読まれてないよって方がいるかもしれませんけども、本当にそのぐらいね私もコメントが追い切れなくなりました。私ね基本的に一日中自由なんですよ。だからコメントずっと見てやられるんですけども、そんな私ももうね対処できなくなりました。たった一人でやってますんで、さすがにね、本当ありがとうございます。でもねコメントをいただけると私もね励みになります。で返信ができなかったり返信動画作れないかもしれませんけども、必ず皆さんのは見てますんでね、ですんでこれからもしっかりと皆さんのお気持ちを届けていただければ私がね代弁させていただきます。私の拙い YouTube でございますけども、少なくとも1万人の登録者の方いらっしゃって、ここ1週間でも1000人ぐらい増えてるのかな、まあ、ですんで届けるところには届くと思いますんで、これからもねしっかりと やらせていただきます。皆さんと一緒にこれからも特別定額金第2弾出るようにどん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 声を上げていこうと思います。出るはずないよって言われれば言われるほどやりますからね。じゃあ出るまでやるぜみたいな、もっともっと声を上げるぜってなりますからね。で出ると決まったらお礼を言いましょうね。それでは今日は以上です。